皆さん覚えてますかね？この前、ボンシュールが、ホークスと、常闇くんのフィギュアをね、こちら、買ったんですけど、ちょっともう、入れるところがないわ！参ったもんですね。こちら、隣に、フィギュアを入れてる棚が2つあるんですが、どれもね、パスパスなんですよね。ちょっと皆さんにお見せしますね。ちょっとホコリかぶってたりとかするから汚いけども。はい、まずこちらの方なんですが、デトルフというね、イケアで売ってるこちらコレクションケースに入っているのがですよ。もうね、これね、ちょっとね、パスパスなんですよ。あ、倒れてるのがあるからね、これね、これなんとかせんと飽きませんよ。もうちょっとフィギュア丁寧に扱ってください。というかね、倒れやすいんですよ、こちらね。はい。でね、こちら、デトルフの正面にある、こちらのフィギュアケースというかね、そんなんがあるんですが、まあ長らく掃除してないんで、ホコリがすげえわ。ちょっと綺麗にしような、これな。ほんと、こちらまあドラゴンボールがあったりとか、こちら、ハンターハンター、昔のですね。これもほらもう倒れちゃってます。バランス悪いもんだから、これね。で、鋼の錬金術師があって、で、チョコボールがあるって。なんでチョコボールの銀のエンゼルがここにあんだよっていうね。はい。ちょっと違うだろうっていう、ここにあるのは。で、こちら奥にあるのが、鋼の錬金術師の、これ結構ね、レアな、これフィギュアになってまして、これね、バチクソ今高くなってるということで。で、こちらもハンターハンターですね。これ実はね、今結構ね、高くなってるらしいわ。で、この上が、はい、ワンピースなんですけども、あそこでゾロさんが倒れてますね。これも出てきそうですよ。これも奥もとんでもないことになってますから、ちゃんと整理しましょうか。もうね、これはね、さすがにダメ、乱雑すぎる。ということでね、まあ、新しいもの買ったんだったら、こう入るようにちゃんと整理したりとか、手放さないとあかんということなので、今回ね、こちらちょっとね、綺麗にしていきます。で、その上で、こちらボンシュールがもう手放そうと思ったものは、お一人の方にまとめてね、プレゼントしようじゃありませんか。それではちょっとね、早速、まあ、綺麗にしていって、まあ、どんな風にね、まあ、綺麗になったか、ちょっと後で見てもらいましょう。少々お待ちを。はぁ、ちょっとね、大変やけど、片付けていこうか。大変だぞ、これは。どこからしよう。とりあえず、こっちしようかな。ここいっぱいね、倒れる子おんのよ。もうね、これみんなね、倒れるんです。トラガルファーローとかもね。サボもエースも倒れます、こちら。これは倒れません。白星姫。すっごいホコリやわ。これ水抜きせなあかんかも。悟空も倒れます。これドラゴンボールで一番お気に入りのやつです。これね、むちゃくちゃね、よくできてるんです。これ王家七部海二ホーク。これフィギュアってずっと置いてるとあれやな、なんかねペタペタしてくるの。これ場所によって、これ宿命なんかな。ペタペタするわ。続きこっちも頑張っていくわ。当たるわ。ゾロが倒れとるわ。倒れとったわ。しら。で、こちらがね、4時間頑張った、こちらフィギュアの棚になりますが、一番上がドラゴンボールとね、ドラクエもいてるわ。鳥山明つながりということで。で、こちらが2段目がハンターハンターでございますね。で、こちら下のところが鋼の錬金術師。鋼はね、めちゃめちゃ集めていましたよ。で、その下もございまして、ワンピースですね。ワンピースもめっちゃ集めた。で、ここね、空白にしました。これからなんか入れていこうと思って。で、一番下にあるのは、こちらトミカとかね、細かいものになりますが、
はい、あの企画でね、今まで登場した子たちもここにいております。で、今度こちらね、イケアのデトロフに入れてるフィギュアが、こちらまあワンピースになりますね。はい、このね、兄弟、いいですよね。もう最高です。こちら。これね、じゃあ全部揃ってないんですよ。実はちょっとね、揃えたいと思ってるんですが、これね、まだ揃えれてません。今ちょっとね、見かけないから手に入れるのが大変なんですよね。で、こちら2段目が、こちら、鋼でございますね。ボンシューが好きな鋼のフィギュアでございます。この子ね、多分ね、食玩かなんかやってんけど、めっちゃクオリティが高いのよ。この表情がね、すんごいね、たまらなくね、好きです。こちら。で、こちら下のところが、ヒロアカとね、あと五条悟先生ございます。五条先生、首ちょんぱなっておりますが。で、この後ろのところにね、ちっちゃいフィギュア入れれるようなボックスを配置したんですよ。これなんかね、あの、チョコエッグとかのフィギュアをちょっと入れていきたいなって考えております。でも一番下ね、もうこれずっとここにいてますけど、もうね、このサイズはね、ここにしかね、入らんのよ。他には移動できないから、ずっとここにいております。あー、頑張ったよー。これもほらもう倒れちゃってます。バランスが悪いもんだから。これね、で鋼の錬金術師があって、でチョコボールがあって、なんでチョコボールの銀のエンゼルがここにあんだよっていうね、はい、ちょっと違うんだろう。